はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回はですね、私の治療技術セミナーのですね KTR テクニックセミナーの全課程を修了された先生がいらっしゃいますので、こちらでご紹介させていただければと思います。はい、ではですね、簡単に自己紹介をお願いします。はい、愛媛県伊予郡正木町というところで、慢性腰痛専門整体院をやらせていただいております、宮岡と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回宮岡先生はですね、私の治療技術セミナーの KTR テクニックセミナーの全課程を修了されたということで、このような証明書を発行させていただきました。はい、なのでですね、この場で読み上げさせていただいて授与させていただければと思います。はい、宮岡大輝殿、貴殿は KTR テクニックインストラクター養成講座を受講され、キネティックトリガーポイントリリーステクニックのインストラクターとしての理論・実技の全課程を修了されました。ここに KTR テクニックインストラクターとして認定しましたことを証明します。令和2年3月18日 KTR テクニック協会代表迫田和也、おめでとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、ということでですね、今回宮岡先生、私の治療技術セミナーの全課程を修了されたということなんですけども、まあ、この動画をですね見られている愛媛県正木町でですね、腰痛でお悩みの方に対して宮岡先生からメッセージをいただけますでしょうか。はい、長年のですね慢性腰痛だったり、まあ、どこへ行ってもですね、なかなか自分でもう納得がいかない結果で悩まれているあなただったり、あるいはですね、病院で椎間板ヘルニアだったり脊柱管狭窄症とかを診断されてですね、まあ、手術かもうちょっときつい薬を飲んでですね様子を見るしかないと言われてですね、諦めているあなたはですね、諦めないでほしいです。はい、っていうのはですね、今言ったものは全部結果的にそうなっているだけであって、まあ、原因ではありません。ですのでしっかり原因を見つけて治療していくことによってですね、根本から改善していくことが非常に多いですし、なおかつですね、ご自身で原因に対するセルフケアを覚えてですね、それをしっかり実践していただくことによってですね、自分でも原因に対するケアだったり、まあ、痛みのコントロールという形でできるようにもなります。それさらにですね、その原因を作っている、さらにその原因ですね、はい、それはですね、長年の体の使い方だったりとか姿勢だったりですね、まあ、生活習慣になりますので、生活習慣まできっちり、改めて、まあ、正しい使い方だったり正しい姿勢をしていただくことによってですね、痛みだったり、しびれが取れてもですね、それが戻ってこないような体ができてきます。それが、まあ、治ったっていうことですね。はい、ですので痛みだけ取れてもですね、使い方が今まで通りだとですね、やっぱまたぶり返してしまいますので、まあ、きっちりですね、生活習慣まで、きれいに直していただいてですね、まあ、根本からですね、まあ、お困りの腰痛だったり、まあ、ヘルニアだったりですね、狭窄症をですね、直していきたいというあなたはですね、ぜひ私に一度ご相談ください。はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、宮岡先生には私からですね、まあ、いわゆる腰痛だったりとか、その結果としてそのしびれがあったりヘルニアだったり狭窄症だったり、いろんなこう疾患名というか診断を受けられている患者さんに対しても、どのように見ていって、そしてどのように、まあ、治療をしていって、かつどのように生活指導というかですね、ストレッチの指導とか姿勢の指導とか、そういったことをしていけば痛みを取ることは当然で、その後の痛みが戻らないようにするためにはどういうふうにすればいいのかということを全てですね、宮岡先生にお伝えさせていただきましたので、まあ、愛媛県正木町でですね、お悩みのあなたはですね、ぜひ宮岡先生に頼っていただければと思います。はい、宮岡先生のですね、治療院のホームページ、説明欄の下のリンクの方にですね、貼らせていただきますので、ぜひご覧になっていただければと思います。またですね、宮岡先生以外でも私のですね、全国の仲間の先生もいらっしゃいますので、その一覧っていうところもですね、KTRテクニックのですね、認定医の一覧というところもですね、貼らせていただきましたので、ぜひですね、そちらもご覧になっていただければと思います。はい、ということで今回はですね、私の治療技術セミナーの全課程を修了された先生がいらっしゃいましたので、ご紹介させていただきました。はい、ではですね、動画をご覧いただきありがとうございました。